オニクラマゴケサラジェニラドーダーラニーイは、岩ひばかのシダ植物。日本のクラマゴケ類としては大型で、よく立ち上がる。緑肩ひばの名もある。常緑性でやや硬質の双本。茎は捕服しながら数回分子し、先端は斜めに立ち上がり、高さ30から35センチメートルにも達する。茎の太さは2ミリメートルにもなり、ややジグザグに曲がる。 立ち上がった部分は太さ0 5ト、mm、ルにもなる。単熱体があちこちから出て、これを支える。茎から出る側子は、数回分子して線上に、平面的に展開する。主茎にも側子にも、臨場の葉が並び、主茎ではまばらに、側子には、蜜についていて緑から新緑色、幅5から1 0ト、mm、ルほどになる。葉には二型があり、腹葉は茎の側面から、 大きな角度で水平に出て、長さ4ト、mm、ル、幅2ト、mm、ルほどで、ちょうだ円状乱形からやや平行四辺型を帯び、先端は尖るかやや鈍く尖り、基部は左右不相称、上側は幅広く、下部の型には細かな虚子がある。背場は茎の背面両側に出て、後皮神経、先端は尖るか突き出して尖り、円には突起があり、長さ1.2から1 7ト、mm、ル。 胞子農法は小枝の先端に1個か2個ついて四角中上で長さ0.5から3センチメートル。立ち上がる傾向。胞子農法を構成する胞子葉はすべて同じ形で2型はなく、広卵上皮心型から卵型、先端は針のように伸びてはっきりした細かな虚子があり、長さ1.5ミ、mm、リメートル。日本では伊豆諸島、高知県、 鹿児島県の東初域から琉球列島に分布する。国外では台湾、中国南部から東南アジアの大陸部に分布域を持つ。山林の森林内の臨床に出現し、よく群生する。この属の植物は国内にも多くの種がある。茎が立ち上がるものには片ひばなどがあるが、それらは主形の部分と即死の部分で葉の様子が違い、見た目でも 茎と葉のように違って見える。本種はその点、主形も即死も同じように臨場の葉が並んでおり、クラマゴケや同じような名で呼ばれる種群と共通する。そのような種の中では本種は飛び抜けて大きく、他に似たものはない。ただし入種のコンテリクラマゴケは大型で、丹根体を支えに立ち上がる様子にも似たところがある。ただしこの種は葉が、 独特の青みを帯び、見かけで、はっきりと、区別できる。初島はこちらを前に出してある。以下、主として、岩月編著、P52 から53初島、P119 田川、P18 初島、P119 岩月編著、P53 池原、P170。ありがとうございます。